はいどうもこんにちは、まみよしです。ここでね、今回はこちらダイソーで購入したライトニングケーブル、こちらちょっとタイプ C なんですけども、どれがいいのか、そして急速充電に本当に対応してるのかっていうのを検証の方をしていきたいと思います。今回はねこちらのコンセントからの充電器を使って検証の方をしていきたいと思います。今回充電、こちらの iPhone SE になります。バッテリーの残量は 22% です。ということで、こちら早速検証の方をしていきましょう。まずはですね、一般的なこちらからいきましょう。2.1A 対応の 50cm のライトニングケーブルになります。端子はタイプ A 端子。そしてもう片側がライトニング端子になってるんですが、これね、よく見ると片側しか端子っていうのがないので、こうアップサイドって書いてあるんですけども、こちら側をね上にして充電しないといけない、まあ、片側のみ対応のケーブルになってます。ということで充電していきましょう。今回こちらのアンカーの充電器に電圧チェッカーを挿して、これで計測していきます。でこれね逆側に挿すとこんな感じでね充電されません。でアップサイドを上にして充電器に挿します。はい、充電できました。そしたら電圧見ていきましょう。電圧がこちら 5.21V の 1.82A ということで 9.5W ぐらい出てますね。でパッケージを見るとこんな感じで最大が 2.1A なので、まあまあいい感じで出てるんじゃないのかなと思います。次がこちら、ちょっとね上切れちゃってるんですけど画像載せておきます。こちらはですねちょっとすごくて、これ USB-A からライトニング端子とマイクロ B 端子両方ね兼用してるケーブルっていうのになってます。で最大はさっきの 2.1A と比べて 2.4A と少し高めになってます。でゲームがしやすい L 字型、ケーブルの長さは同じく 50cm になってます。でこれねすごいのがタイプ A からこれ二股に分かれてるのかと思ったらね、この端子がマイクロ B とライトニング端子兼用できるといった感じになってます。なのでポケット Wi-Fi とかねカメラだとマイクロ B 端子を使ってるものがまだあるんですけども、そういったのと iPhone 同時っていうかこの1本のケーブルだけで充電できますよと。これねかなり便利かなと思います。100均だけじゃなくて他のしっかりしたメーカーも出してほしいなと思いました。ということでこれ実際に充電していきましょう。 A って書いてある方がマイクロ B 端子、この向きで挿すとマイクロ B 端子として充電できます。で逆側こっちを向けるとここに I って書いてあるんですけども、この I を上にして充電するとライトニングで充電できますといった感じになってます。 A の方を上にして充電挿すと、まあ、刺さるけど充電できませんと。で逆側 I を上にして充電器に挿します。はい、充電できました。そしたらねワット数チェックしていきましょう。 5.25V の 1.73A で充電は 9.14 ですね。あんまり変わらない感じはありますね。はい、ポケット Wi-Fi も充電していきましょう。でこれね端子がこんな感じでちょっと穴が開いてるんですけど、この穴を、ここの突起に合わせる感じですね。なので、穴が下に開いてて、これも穴が下、こんな感じで入れていきます。まあ、A が上になるようにすればいいかな。これで充電入れます。しっかり充電つきましたね。で充電は 5.25V の 1.25A。だいたい 6.69W、まあ、7W ぐらいで充電できるっていう感じかな。まあ、このルーター自体がね急速充電対応してないと思うので、まあ、こんなもんかなと思います。でもこれ1本でこうやって2つの使い道ができるのかなり便利だなと思いました。でそしたら次こちらはね USB Type A からライトニングと Type C 両方ともできるケーブルになってます。でケーブルの長さは 20cm なのでかなり短めですね。で今回はねさっきのと違って二股に分かれてます。片方がライトニング、片方がタイプ C ですね。でこれで充電していきましょう。めちゃめちゃ短いなこれ。でこれも USB は片面になってます。サイドを上にして、これが一番出てるかな。 5.22V の 1.9A、 10W で充電できてますね。そしたらこっちねタイプ C の方に iPad をつないでいきます。充電できて、でこれ2つを挿してると、めちゃめちゃ出る。 5.19V の 2.5A まで 13W 出てますね。まあ2本つないでも両方ともね充電できますね。
5W7W ぐらいで充電できてるのかな両方とも。 iPad と iPhone 持ってるとかいう方はねこのケーブルかなりいいかなと思いました。両方ともねこれ1本で充電できるの で、そしたらねちょっとこの iPhone だけ抜いたらどうなるのか見ていきましょう。 iPhone 抜いて Type-C を差し直す。全然出てない 5W1A、まあ、USB-C の方は大して速くないっていう感じですね。そしたら最後こちら Type-C to Lightning のケーブルですね。あ、その前に純正のケーブルで iPhone SE どのくらいで充電できるのか見ていきましょう。 5.25V、 1.5A、 7.5W ですね。なんかこの結果だけ見ると純正のケーブルよりも100均のケーブルの方が充電が早いという謎な結果になりました。そしたらね次はこのアンカーのパワーナノだったかな、こちらに計測器をつなげまして、でこちらのタイプ C2 ライトニングで充電の方をしていきましょう。多分ねこれが一番早くなるんじゃないかなと思います。でこの先端がライトニングになってるのでこちらを入れていきます。これももちろん片側になってます。アップサイドを上にして接続。はい、電圧はというと 5V 2A、 9W ですね。あんまり変わらないですね。 iPhone SE だとどれもそんな変わらないかもしれない。でアンカーの Type-C2 ライトニングでつなぐと、あ、これは早いわ。 12W から13W、 あ、どんどん下がってくる。まあ、10W 超えで出るので、あ、しかもボルト数がね 10V になってますね。なのでこっちの方が早いか。結論としてはですね、こちらの Apple 純正のケーブルよりもなんか100均で買ったやつの方がちょっとだけね早く充電できました。でこれはまあ一般的なやつですね。片側ライトニングで50センチのやつ、まあ、でもこれをわざわざ買う必要はないかなっていう感じですね。まあ、ザ一般的っていう感じで、個人的におすすめしたいのがこれですね。 USB Type A からこれ一つの端子でマイクロ B とライトニングで充電できると、まあ、速度はさっきのやつとほとんど一緒、まあ、こっちはね 2.4A って書いてあるんですけど、まあ、ほぼほぼ一緒かなと思います。まあ、ただねこう書いてあるのは 2.1 と 2.4 で違うので個人的にはこっちをおすすめします。 USB からライトニング端子、マイクロ B 端子ってやつですね。でそして次がですねこちら、こちらねライトニング端子とタイプ C 端子両方とも使えるやつになってます。これはね、まあ、電圧はねさっきのやつとほとんど一緒で2本つなぐと 13W ぐらい出たかな。まあ、こちらね iPad とかあとは Type-C のアクセサリーとか持ってる方はこれがいいかなと思います。両方一気に充電できます。なのでこっちかねこっち、この2つ両方とも充電できるやつが個人的には買いなのかなと思いました。で次こちら Type-C ポートからライトニング端子なんですけども、これはねあんまり恩恵はなかったかな。なんか特に高速で充電できるわけでもなく、ちょっとモバイルバッテリーからもやってみようか。はい、モバイルバッテリーからやっても、まあ、10W ぐらいか。気持ち Type-C 端子の方が早いかなっていう感じはあるんですけども、わざわざこっちを選ぶメリットっていうのはないのかなと思いました。なのでこれは個人的にはあんまりおすすめしないかな。 Type-C 端子しか余ってないとか、あとは MacBook から充電したいとかっていう方だったらこれいいかもしれない。Type-C 端子しか充電端子がないよっていう方はぜひこちらいいんじゃないかなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。ケーブル4種類買ったんですけども、特にね不具合とかも4個ともなかったので、あの質っていうのは結構高いんじゃないのかなと思いました。 iPhone 買ってあんまりねこういうケーブルにお金かけたくないとかいう方は100均のねケーブルっていうのも選択肢としてかなりありなんじゃないのかなっていった感じになります。参考になったと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、バイ。